皆さんこんにちは、兵庫県民神戸市民の、日本人の淡井圭介です。本日2023年10月の23日、22時40分、所得税について、一応題名はちょっとあれですが物申すと、させていただきます。僕の記憶違いかもしれませんけども、所得税のね、基本的な、一般人向けのその所得税のこの A 表 B 表なんですけども、ちょっとスライドさせるような形でこちら B 表です。こういうことは記載何回かしたことある方だったらわかるかと思うんですけども、あとはこれね、その税務署の人がいなくかったら、長年勤務されてる方に聞かなかったらもう分からないと思うんですけども、この内容が一部、僕は二十歳ぐらいの頃からのその10年間、要するに1997年ぐらいの頃から例えば2007年だとか、それぐらいまでの間でこの表がちょっと変わったりしたことってありましたっけ？なんかあったような気がするんですよ。どうでしたっけ？そこのところは長年勤められてる方じゃなかったらわからないと思うんですよ。その当時のその書類とかを保管してる、一般人の人だったら、やっぱりその仕事としてついてる人じゃなかったら、やっぱりこれ、一回記入しに行くときって、年に一回じゃないですか。だから人生の中で、仮に、普通に、一般的な正社員として、ある程度の規模の会社で働いていたら、事務員さんとかの方で、全部対処してくれるじゃないですか。だから、なかなかこういう表を書くことっていうのが、人生の中で、なかなかないっていうのが、現実的なところで、もしかしたら僕の記憶違いかなとかも思ったりするんですけども、 A 表 B 表ちょっと変わったりしたことがあったんじゃないかなと僕は思ったりしてしまうんです。で、もちろん法人用のものもここ何年か税務署行って、書類を一応一通りこういう法人用って書かれたもの、もらってきて、勉強がてらと言いましょうか。その辺のところは正直、ウィキペディアの法人税率表とか見た方が早いので、僕のホームページ、淡井圭介の履歴の20番台ぐらいのところかな、40番台ぐらいか、大体それぐらいのところで、税についてっていうところで、各、法人税だとかいろんな税のウィキペディアのところに、アクセスできるようにしたりだとか、固定資産税だとか、その若い人とか特に所得税の控除で基本的に家建てるじゃないですか。で、僕もそれ若い頃何回か教えてもらったことあったんですよ。例えば16歳ぐらいの頃ですね、高校2年生の頃、平賀工作所っていうところで、働いていて、でそこで一回教えてもらったんですよね。この表とか一回見せてもらって。だけども、正直自分で書き込んだりして覚えなかったら何言われてるか分かんないんですよ、全然。で、20歳ぐらいの頃に、18歳ぐらいの頃から神戸市立ホテルフルーツラパークで人材派遣会社の方から働きに行ってたんですけども、それで A 表 B 表とか自分で書くようなケースになったんですね。で、そこでもそのフルーツラパークの、事務員さんとかにもちょっとだけ聞いたことあったと思います。だけども、やっぱり実感とかよくわからないし、一応僕のホームページみたいに、例えば固定資産税で土地付き建物代で大体3000万円ぐらいで、大体年間固定資産税24万円ぐらいですとか、そういうふうな、わかりやすい、簡略化したものがなかったら、例えば、一軒家買ったら固定資産税すごい、どれぐらいかかるんだろうとか、そういうようなところで、躊躇してしまう。
で若いうちにまあ一軒家早く結婚相手決めてどこに住むか決めてで買わなかったらもうあと取り返し聞かないよっていうのがこれは本当の社会の現実ですから、だからまあその所得税のその控除のこととかをしっかりと教えてあげること、それこそが所得税の本当の減税につながるんじゃないかなと思うんですけど、まあその辺はテレビのニュースでその最近所得税の減税がどうこうっていうことをやたらと書き立てられていますけども、基本的にそのもっと社会全体の正確なことを教えてあげて、まあ年金働いまあある程度の年齢になって仕事場から離れるような形になったら大した金額稼げないし、そもそも仕事なかなか見つかりませんよと、自分が経営者側だったら分かりますよねって、例えば二十歳ぐらいの人が面接に来たと、で、片や46歳、まあ僕は46歳なんですけど面接に来たと、どちら採用しますかっていうことを考えた時に若い人を採用しやすいじゃないですか、これも現実問題で。で、仕事の絶対数も減ってる。で、正社員雇用の数も減ってたはずだと思います。で、こういう今の現状を考えたときに、まあ、あと、車、その、やたらと車買われるのもあれだし、そもそも家か車かどちらかですよっていう話を仕上げた方がいいと思うんですよ。車と家両方はっきり言って無理ですよって、そういうふうなことを教えてあげなかったら、それ結局自社で人材派遣会社の人とか、まあ、パートアルバイトの人を増やして、まあ、給料、賃金しっかり渡さないで、まあ、もちろん売り上げがしっかりあるかどうか、まあ、仕事中しっかりとスピーディーに、動けているかとか正確に働いてるかとか仕事失敗しないかとかいろいろあるとは思うんですけども、やっぱり賃金たたきしなかったらそれ無理でしょっていう結論をしっかりと世間に教えるべきだと思うんですよ。その今のね、その2003年に出来上がった個人情報保護関係から一気に逆ピラミッド型に人口少子化が始まってると、もう20年も経過してこの状態だと絶対経済的にうまく回るわけないんですよ、このこと。だからそういうふうなことをきっちりと教えてあげることこそが重要なのであって、その河川水門開閉式玉発電とか蒲田発電がしっかりと整備されて、で、まあ、貿易輸入の部分だとかそういったところでしっかりと目処ついたら、例えば消費税の撤廃だとかそういうふうなところに着手するべきだと思います、順序的には。結局あんまりたくさん仕事を増やすべきじゃないっていうのが、そのエネルギーの残存量問題から換算するとそれが結論なんですよね。なんか飲食店もそうですけども、この辺でも出しては潰して出しては潰してが続いていて、例えば、20年間持ち込む答えた飲食店がじゃあ何店舗ありますかとか、もうそういうことになってくるんですよ。だからそのなんていうんですかね、その基本給はずっと上がり続けて毎年ボーナスなんかまずないよっていうことをしっかりと、毎年ボーナスが絶対あるような会社なんかまずないよって、それあるところは他の人たちを切り捨ててそれどうにかしてるだけだからって、でそこの会社に残ってる人たちは良い人じゃないからっていうことをはっきりとこれ言った方がいいっていうのは、これは僕の考え方です。その富の分配しっかりしなかったんでしょって突きつけて、僕はそれが経験させられてきましたから、まあ、ホームページは IKスケの歴のその 60.1 番にその我が天下や戦国富豪のプレイヤーの人たちや別校の方たちへのメッセージのところで、下の方にね、僕たちの労働力っていうところの欄があるんですよ。でそこで YouTube で私が言ってる内容を聞いてもらったらこれ分かると思います。本当に実績これだけあってボーナス渡してなかったの、住居手当もなかったの、扶養手当もなかったの、売り上げこれだけあったのにっていう話になるんですよ、絶対どう考えても。だからその
もう仕組み的にね、まあ、会社の社長とか元役員の人たちの家計の人たちがその会社に入って、でそれなりのポストについて後の人たちからその結局お金を巻き上げてるっていう形をずっとどこの会社でも行ってきた。もうこれは事実じゃないですか。株をどれだけ持っていたかとか、そういうふうなところも含めて。で、ただその株のことに関しても正しい知識で言うと、買い手のないような株なんて意味がないんですよっていうことで、それは自分が会社で働いて労働力を発揮して純利益を出して自分たちの給与にしなきゃならない。まあ給与というか、まあ収入、まあ役員報酬って言い方ですけども、その法律的には会社法とかの方で言うことだけども、給与の算定費用の話にやっぱりどうしてもなると思います。で、余剰金、会社として余剰金を残しておかなかったら事業なんかすぐに行き詰まるじゃないですか。だからまあその辺のところで、さっきにその社会の今の実態の現実、そのエネルギーの残存量問題とかを先に言うべきだと思いますよ。で、車なんか買ってる場合じゃないっていうことですね。やっぱりまあそういうことをずっと私としては申し上げます。どう考えても減税されて車買われてもっていうところが事実ですね。車作るのに大量のエネルギーが消費されてると。で、車乗られたら乗られたでガソリン大量に消費されるじゃないですか。まあ極端な話、まあこれは絶対ありえないですけども、例えば甲子園で阪神タイガースの試合がありました、まあ満席で、まあ4万5000人ほど入りましたと。そしてもしですよ、もうほぼほぼもうお客さんほとんどの人は絶対電車です、電車なんですけども、もしも全員が車を一人で乗ってきたとしたら、往復で一人平均10リットルガソリンを消費したとするじゃないですか。そしたら4万5000人がいらっしゃったら、1試合で45万リットル消費されるっていうことになるんですよ。これぐらい簡単なことなんですよ。車1台、普通自動車で乾燥重量を絶対1トン超えます。で、乾燥重量っていうのはガソリンを入れてない状態です。で、まあ電車は常に走らせている。で、まあ電車1両に対して、例えばまあ結構立てる方が多い時とかだったら、まあ100人から200人ぐらい1両に、まあ、乗ってらっしゃると思うんですけども、どう考えても200人が1台の車でそれだけガソリンを消費されるよりも、電車に乗ってる方がどう考えても消費されてるエネルギー少ないでしょ。だからそういうようなことをしっかりと社会に開示していく、テレビの放送で。車なんか今時買うような世界じゃないよっていうことをテレビに出てる人が言わなきゃなんない。で、テレビに出てる人に限って車買っちゃったんでしょって、特に高級車とか憧れちゃって、変な憧れ持って、でその正体は自分たちがピンハネしてましたっていうことなんですよ。抵抗してきてない人の、給与を削除してきたんでしょって。ただ仕事としての実態とかいろいろ突き詰めた時に、その人たちにその仕事人としての実力があるかどうか、ここも重要だと思います。本当に仕事に対しての実力がない人は、はっきり言ってそこの会社からもういらないよ、出て行ってっていうようなことになると思います。これは本当に頑張らないで、出勤してきたらすぐにピチャクチャ喋ってるような人間、本当にいらないからっていうことを、まあそういった一面の現実もしっかりと開示して、喋ってる暇だったら他のこと、仕事を覚えないとっていうことを、仕事場になぜメモと鉛筆でもいい、ボールペンとかなぜ持ってきてないのと、メモしないとって、何か教わったらとか。で、はっきり言ってこれは有馬警察署の警察官を見ていていつも思うんです。僕は何か言いに行った時、誰もメモしません。もう絶対実力上がらないですよ。で、自分たちの知ることで疑問も持たないね。運転免許証を交付しているのは警察官なのに、今精神病院にね、昨年私を、入院させたのは警察官でしょ。で、あとは精神病院の医者任せにして、精神病院の医者は今何って言ってるかって言ったら、
運転免許証、運転するのにふさわしくないみたいなことを診断書で書くって言うんですよ。それは精子が生産されなくなる薬を飲まないからっていう答えなんですよ。わかりやすく言うと、治療の薬、治療の薬って言って、はっきり言ってあなたたち医者が飲まなきゃならないものだよって。あなたたちが一般人の人たちから税金巻き上げてきたんでしょって。立場分かってますかって。社会の役に立たない薬をずっと生産してそれを売りつけて税金得てたんでしょって。立場は全然違う。本当にだいたい今時医者で偉い人間なんかいない。だから医者で国会議員とかに選ばれてる人間がいらないから、本当に。大臣でも、厚生労働大臣とかでも、無理だから。その人たちの考え方導入されたら、社会めちゃくちゃになるだけだから。まあこれはね、しっかり岸田総理とかにもお伝えしておいてください。だから、正直僕いろんな、その河川とか撮影しに行ってるじゃないですか。河川水門開閉式山発電とか。正直、車があった方が早い。もう近畿のエリアほとんどそれだったら撮影できてた。あとお金もあればの話になってくるんですけども、的確にどこに作るべきかっていうところ。あ、もうその辺のところは法改正してもらわなきゃならないと思いますよ。精神病院の医者なんかに運転免許証のことを判断させたらダメだって。それは警察官が判断することだって。そして運転免許証を一度交付されたものを取り上げるぐらいの内容っていうものは大きな違反をしたか、もしくは精神的なところを言うんだったら、それ裁判所で判断しないと。そこだったら僕からもいろいろ言えるから。あなたたち警察官を間違えてたんでしょって、ずっと隠蔽に走ってたんでしょって。これ事実だから。もう一度言いますよ。州は株式会社で勤務しに行った時、一月300何十時間の労働時間を、させられて殺されかけていたね、居眠り運転とかで死ぬかもしれないじゃないですか。その時の店長とか警察官だったんだから。これは世の中の実態。だからインターネットニュースとかでも、いろんな警察官の不祥事が上がってきてます。あれ多分事実でしょ。僕は日々アップロードしてる内容の中で警察官の意図に対するいろんな指摘をしてるんですけども、内容聞いたら分かりますよ。どちらがしっかりしてるか、どちらが世の中のことよく分かってるか。本当に頭の悪い人間が世界中の政府上層部とパイプ持っていろいろな、政府通してね、いろんなことを行ってきたか、できそうかできなさそうか、普通はそれで判断できます。あ、この人の方がきっと実力あるんだろうなって。で、もう一度言いますけども、私は簡単な裁判ですけども、弁護士さんなしで30歳頃にはもう裁判意見買ってますから、勝訴取ってます。だからどういうふうなものなのかっていうのは大体のところで分かってるんですけども、まだ法律業界が甘い。法律名とかを自分たちの方から求めてきて却下する。それしてしまうと政府が隠蔽してることになるからダメだって言ったのに。ね、もうこの一言で歴代の法務大臣すぐ首飛んだから。解雇。もう実際そうなってきたんだから。河合法務大臣もそうだったでしょ。で、特にそれは河合法務大臣が僕の裁判を却下したわけじゃないから、本当はその裁判官が処罰されなきゃならない。助けなかったから。第三者の善意っていうのは裁判官のことだから。今何言われてるか分かってる人は法律のことを、六法全書のことを覚えてる人。現行法規、現代日本法規の方が本当はいいんですけども、あと都政六法もいります、絶対。各政令指定としては都政六法の内容に従わなきゃならないから。ね、もうこんな相手に法律名求めるんだったら裁判官の人たちが法給を得れる資格なんか何にもない。住居手当もない、扶養手当もない、ボーナスもないの世界にしてもらわないと話釣り合い取れない。全然税の減税とかどうでもいいから裁判所をしっかりと稼働させてくださいっていうことを今私は、申し上げています。以上です、所得税の控除云々の話。まあ、まずは何回かこの A 票 B 票が変わったかどうかからのところですね。
で、変わってないんだったらもう続行でいいと思いますよ。それよりも裁判所に提訴してきた人間、片っ端から裁判を受けてさっさと裁判始めなさいですよ。大体の件は訴訟費用の救助申請通しますでいいと思いますよ。内容を見てね。裁判官が内容を見て、そのまま、勝訴の見込みあるかなないかなで裁判始めりゃいいんですよ。絶対僕の方が勝つじゃないですか。我が天下戦国父母のアイディアもそうだけども、テレビ局に提案した番組とかも、金一分も何もそれないでしょって。だって相場はもともとあるんですから。で、その内容も書いた。だけども、棄却した。以上です、政府の皆さん、しっかりと裁判所を稼働させてください。